有意と分裂の全中期の細胞の顕微鏡像。凝縮した染色体は青、キネトコアはピンク、微小管は緑で示されている。防水体は真核生物の細胞分裂において姉妹染色分体を娘細胞へ分離するために形成される細胞骨格構造である。 遺伝学的に同一な娘細胞を作り出す過程で、ある有位と分裂の際に形成される、防水体は、マイトティックスピンドルと呼ばれる。また、母細胞の染色体の半数を含む、配偶子を形成する過程である、減数分裂の際に形成される、防水体は、マイティックスピンドルと呼ばれる。防水体は、染色体に加えて、数百のタンパク質から構成されている。 微小管は、この装置に最も豊富に含まれる、構成要素である。動物細胞の典型的な、優位と分裂防水体の構成。染色体は、キネトコアと呼ばれる、タンパク質複合体を介して、キネトコア微小管に接着している。ごく微小管は、防水体の赤道面付近で指を組むようにして、互いに結合し、モータータンパク質を介して防水体局を押しやる。 正常体微小管は防水体局を細胞膜と固定する。微小管10号の核形成は微小管形成中心で行われる。微小管の染色体への接着はキネトコアによって媒介される。キネトコアは防水体の形成を活発に監視し、早すぎる後期への進行を防いでいる。微小管の1号と脱1号は染色体の集合を動的に駆動する。 微小管の脱十号はキネトコアで聴力を生み出す。姉妹キネトコアがそれぞれ反対側の曲から発した微小管に接着することで、姉妹染色分体間に聴力が発生し、染色体は細胞の平面に整列し、娘細胞への分配のために釣り合いが取れた状態となる。すべての染色体がこうした二方向性状態となると、後期が開始され、 姉妹染色分体をまとめているコヒーシンが切断されて姉妹染色分体のそれぞれの極への移動が行われる。細胞の防水体には防水体微小管、キネシンやダイニンなどの分子モーターを含む結合タンパク質、凝縮した染色体が含まれ、そして細胞種によっては防水体の極に中心体、または正常体が存在する場合がある。 防水体の断面は大まかに楕円型で、末端は細くなっている。中心部の広がった部分は、スピンドルミッツンと呼ばれ、逆平行方向に並んだ微小管が、キネシンによって束ねられている。防水体極と呼ばれる末端では、大部分の動物細胞では、中心体によって微小管の核形成が行われる。防水体極に中心体や正常体を書く防水体は、 例えば大部分の動物細胞では、メスの減数分裂時に形成される。この場合には、GTP 結合型卵の濃度勾配が、防水体微小管の形成と組み立ての主要な調節因子となる。菌類では、防水体は角膜に埋め込まれた、防水極体の間で形成され、有意と分裂時に、角膜は解体されない。防水体微小管が動的に慎長と短縮を、 行う過程は動的不安定性として知られ、防水体の形状を決定に大きく寄与し、防水体のミッツンへの染色体の適切な整列を促進する。微小管結合タンパク質はミッツンと防水体極で微小管に結合し、そのダイナミクスを調節する。ガンマチューブリンは特殊なチューブリンで、ガンマタックと呼ばれるリング状の複合体へと組み立てられてアルファー。 ベータ中リンヘテロに両体の微小管へ重合する際の核形成を行う。中心体筋棒領域へのガンマターックのリクルートによって微小管の端は安定化され微小管形成中心の筋棒に固定される。微小管結合タンパク質オーグミンはガンマターックと共に機能し既存の微小管から分子する新たな微小管の核形成を行う。微小管の端は ティップスと呼ばれる、タンパク質群が3つのキネトコアとの結合を促進することで、崩壊から保護されている。ティップスの一つ、クリップ170はヘラ細胞で微小管の端地下帽に局在すること、そして全中期にキネトコアに蓄積することが示されている。クリップ170が端をどのように認識しているかは解明されていないが、そのホモログは微小管を カタストロフから保護し、レスキューを促進することが示されており、クリップ170が、キネトコアとの直接的な接着を媒介することで、橋を安定化していることが示唆されている。人のクラスプ1などのクリップ結合タンパク質も、橋とキネトコアの外側領域に極在し、キネトコアビ召喚のダイナミクスを調節することが示されている。黄色症状がエドローサーファラマラナガスター。 アフリカツメガイルジーナパスレイビス、酵母のクラスプホモログは正しい防水体の組み立てに必要であり、哺乳類ではクラスプ1とクラスプ2の双方が正しい防水体の組み立てと後期の微小管のダイナミクスに寄与している。端の重合は EB1 タンパク質によってさらに調節される。EB1 は微小管の端に直接結合し、他のティップスの結合を調整する。 これらの微小管安定化タンパク質の作用には、多数の微小管脱重合因子が対抗する。これらの因子は、染色体の集合を促進し、二極的な構造形成を促進するために、防水体の動的なリモデリングを行う。キネシン13スーパーファミリーには結合した、微小管の脱重合活性を持つ端、指向性モータータンパク質が含まれ、哺乳類のマッケック、 スメガイルの XKCM1 がよく研究されている。マッケックはキネトコアで微小管の端に極在し、そこでカタストロフを開始することでティップスの安定化作用と直接的に競合する。これらのタンパク質は ATP の加水分解のエネルギーを利用し、プロトフィラメント構造を不安定化するコンフォーメーション変化を誘導することで、 キネシンの放出と微小管の脱重号を引き起こす。これらの活性が喪失すると、有意と分裂には、多数の欠陥が生じる。他の微小管を不安定化する、タンパク質には、オーパス18、スタスミンやカタニンがあり、防水体のリモデリングに関与するとともに、後期の染色体分離を促進している。防水体の組み立て動機に、適切な微小管のダイナミクスを維持するため、 これらの微小間結合タンパク質の活性は綿密に調節されており、多くがオーロラキナーゼとポーロサマキナーゼの機質となっている。中心体を介したサーチキャプチャーモデルでは、中心体で核形成された微小管は偶然に染色体と接触し、キネトコアで安定化されて防水体を形成する。クロマチンを介した自己組織化モデルでは微小管の核形成は、 クロマチン金棒で行われ、モータータンパク質によってに極型構造へと組織化される。まさしく形成された防水体では、双方の極と連結された染色体は細胞の赤道面に整列する。防水体微小管は染色体とおおむね垂直方向に伸び、その端はキネトコアに埋め込まれ、端は細胞の極に固定される。 染色体が正確に分離されて、細胞分裂面が決定されるためには、防水体の正確な配光が必要である。しかしながら、防水体がどのように組織化されるかについては、未だ不明点がある。組織化に関する、支配的なモデルは2つ存在するが、両者は、排他的なものではなく、相乗的なものである。その一つ、サーチキャプチャーモデルでは、 防水体は主に中心体の微小管、形成中心の分離が組織化に重要である。中心体から発した防水体微小管はキネトコアを探し、キネトコアに結合することで安定化されて、染色体に対し張力を働かせる。もう一つの自己組織化モデルでは、微小管の核形成は凝縮した微小管の間で中心体以外から行われる。 細胞という空間的制限のもと、逆平行に並んだ微小観測面とのモータータンパク質を介した相互作用とキネトコアへの微小管末端の接着によって自然と細胞の赤道面に染色体が整列した防水対応の構造が形成される。このモデルでは微小管の核形成は微小管形成中心で行われ、微小管は細胞質をキネトコアを探索して 迅速な成長と崩壊を繰り返す。一旦キネトコアに結合すると、微小管は安定化され、ダイナミクスは低下する。微小管が一方向からのみ結合した、染色体は結合した極の近傍の空間を行き来し、反対側の極からの微小管が、姉妹キネトコアに結合するまで振動を続ける。双方向からの接着によって、キネトコアの防水体へ接着はさらに安定化され、 に方向性となった染色体は微小管の張力が釣り合う細胞の中心へ徐々に引っ張られる。中心に集合した微小管は中基板で振動し、後期の開始によって姉妹染色分体は切り離される。このモデルでは微小管形成中心は細胞の極に極在しており、微小管形成中心の分離は微小管の重合と スピンドルミッつンでの逆平行方向の防水体微小管管の滑りによって駆動され、滑り運動はバイポーラー型の端子構成機熱ンによって媒介される。こうした滑り運動は、優位と分裂序盤の防水体局の分離だけでなく、後期の終盤の防水体の伸長も担っている可能性がある。中心体が防水体の組織化を、 主に指揮するサーチキャプチャーモデルとは対照的にこのモデルは微小管は染色体の近傍で中心体以外から核形成が起こり自発的に逆平行方向の微小管の束へと組み立てられて防水対応構造が形成されるというものである。ヒールドとカーセンティによる古典的な実験は 爪がいる卵抽出液中の DNA コートビーズの周辺に機能的な防水体や核が形成されること、中心体やキネトコアがなくとも微小管のに極型配置が形成されることを示した。事実、脊椎動物細胞での中心体のレーザーによる除去は防水体の組み立ても染色体分離も阻害しない。こうした状況下では防水体の形状とサイズは 微小管を加強している、モータータンパク質の生物、物理学的な性質によって決定される。低分子量 GTP アーゼランのグアニンヌクレオチド交換インシア RCC1 は、コアヒストンタンパク質 A。そのため、分裂キクロマチンの近傍では、GTP 結合型ランの濃度勾配が形成される。爪がいる卵抽出液では、RCC1 でコートされた。 ガラスビーズによって微小間隔形成と二極型の防水体形成が誘導され、防水体の組み立てにはラン GTP の濃度勾配だけで十分であることが明らかにされた。ラン GTP の濃度勾配は防水体組み立て因子をインポーチン βα を介した阻害的な相互作用から乖離させる。非結合状態の組み立て因子は微小間の核形成を促進し、 分裂キクロマチンの周辺での安定化を促進し、防水体の二極性は微小管のモータータンパク質によって組織化される。防水体の組み立ては分裂キキナーゼによって触媒される、リン酸化によって主に調節される。サイクリン依存性キナーゼは M 期サイクリンによって活性化され、その翻訳は M 期に増大する。CDK1 は 哺乳類細胞での主要な分裂機キ,キナーゼであると考えられており、サイクリン B1 によって活性化される。オーロラキナーゼは、防水体の適切な組み立てと分離に必要である。オーロラ A キナーゼは、セントロメアと結合し、有意と分裂の回収を調節すると考えられている。オーロラ B キナーゼは、染色体パッセンジャー複合体のメンバーであり、染色体微小管管の接着と、 姉妹染色分体間の結合を媒介する。ポーロサマキナーゼは PLK としても知られ、特に PLK1 は微小間のダイナミクスを調節し、防水体の維持に重要な役割を果たしている。DNA 複製の終了時点では、姉妹染色分体は、もつれた DNA とタンパク質からなる不定型の塊として互いに結合しており、核。 娘細胞へ分離することは事実上不可能である。この問題を避けるため、有意と分裂の開始によって複製されたゲノムの劇的な再組織化が開始される。姉妹染色分体のもつれはほどかれ、分割される。染色体の長さも短くなり、染色体凝縮と呼ばれる過程で、動物細胞では最大1万倍にまで凝縮される。凝縮は前期に開始され、 中期に染色体が防水体の中央部に整列するまでには最も小さな環状構造となる。分裂期の染色体が角型分析で見られるような典型的な X 型構造をとるののはこの時点であり、凝縮した核姉妹染色分体は全長にわたってコヒーシンによって連結され、多くの場合染色体の中心部に位置するセントロメアで結合している。 こうした動的な再構成は、ゲノムの正確で忠実な分離の保障に極めて重要であるが、分裂器の染色体の構造に関する我々の理解は未だ多くが不完全である。しかし、再構成に関与するいくつかの因子が同定されている。通型トポイソメラージは、ATP の下水分解を利用して、DNA のもつれの脱連感反応を触媒し、 姉妹染色分体の分割を促進する。コンデンシンは5つのサブユニットからなる複合体で、これも ATP 化水分解を利用して、染色体凝縮を促進する。爪がいる卵抽出液での実験では、リンカーヒストン H1 も、分裂期の染色体の圧縮の重要な調節因子として示唆されている。防水体形成の完了は、防水体チェックポイントと呼ばれる。 細胞周期における重要な転換点である。このチェックポイントまでに染色体が適切に防水体に接着していない場合には、後期の開始が遅れる。防水体チェックポイントの欠陥によって、染色体の異数性が生じる場合があり、老化や癌の発生に関係している可能性がある。上皮組織に囲まれた分裂中の上皮細胞の模式図。防水体は、 細胞内で回転する。回転は、3つの細胞が接する領域に位置する、シグナル伝達中心であるトライセリアラージャンクションに、向かって正常体微小管が中心体を引っ張ることで引き起こされる。細胞分裂の方向は、組織構造、細胞の運命、形態形成において非常に重要である。 細胞はその長軸に沿って分裂する傾向があり、ヘルトビヒの法則とも呼ばれる。細胞分裂の軸は、防水体の配向によって決定される。細胞は、防水体の2つの中心体を結ぶ線に沿って分裂する。防水体は形成後、細胞内で回転する。中心体から発した正常体微小管は、細胞膜に到達し、 特定の手がかりに向かって中心体を引っ張る。インビトロでは、コーティコル Q は細胞接着のパターンによって設定される。インビボでは、極性は細胞の頂点に存在するトライセリアラージャンクションの極材によって決定される。こうしたコーティコル Q の空間分布によって最終的な防水体の配光とその後の細胞分裂の方向を決定する力場がもたらされる。 ありがとうございます。